おにぎりバッグを持った姿もかっこかわいい。スノーマンの目黒ハスが自身のインスタを更新した。ハイスノーバイアーティージャパンのオフショット。本当に心に残る撮影でした。みんなの心にも残るものになったらいいなというコメントとともに公開されたのは、おしゃれでセクシーな目黒ハスのオフショットだ。ベージュのシャツを身につけ、ドリンクを手にした目黒ハス。フェンディのおにぎりバッグを肩から下げ、ナチュラルな雰囲気漂う一枚を披露した。口元にちょこんとジェラートをつけた一枚は、思わずキュンとしてしまう可愛らしさ。胸元をちらりと覗かせた、セクシーすぎるジャケット姿も公開。窓辺に腰掛ける姿は、絵になるほどセクシーで美しい。この投稿には、おにぎりポーチを持っても似合うメメってすごいです。おにぎりポーチのメメ可愛いです。いつもメメに心が動かされてます。ありがとうございます。などというコメントが寄せられている。12月11日、嵐、相葉雅紀、40、主演の、今日からヒットマン、テレビ朝日系の公式 X、旧ツイッターで、スノーマン、岩本照、30、が最終回に出演することが発表されたが、これが思わぬ騒動になっている。同作には同じく、スノーマンの深沢達也、31、さんが相葉さんの後輩役でレギュラー出演しています。同局同枠の、24年1月からドラマ、恋する警護24時で主演するのが岩本さんで、スノーマンメンバーが2期連続で起用されることになったため、番宣も兼ねて岩本さんが、今日からヒットマン、最終回に出演し、深沢さんとの共演を果たすことになったようです。ドラマ制作会社関係者、嵐のファンがスノーマンファンと対立？同じグループ内でのドラマリレーにスノーマンファンが湧き、X 上では、嵐のドラマリレーがトレンド入りした。嵐のドラマリレーは、2009年10月の相葉主演ドラマから始まり、2010年1月櫻井翔、41、同年4月大野智、43、同年7月松本潤、40、同年10月二宮和也、40、まで嵐5人の主演ドラマが連続で放送された。その中で、それぞれの最終回に、次のクールに放送されるドラマの主演メンバーをゲスト出演させていた。テレ朝系、TBS 系、日本テレビ系、フジテレビ系と局をまたいでの快挙でもあり、当時注目を集めたことが知られる。X 上では、ドラマリレーって嵐の印象が強すぎるから、ちょっとスノがそこまでの国民的アイドルに近づいてきてる感じで嬉しい。これは、まさに嵐兄さんたちも歩んだ国民的アイドルの証、ドラマリレーをスノーマンも踏襲するということなのか、と喜ぶファンも多い中、一部の嵐ファンからは、スノーマンと同列に語られたことに憤ったのか、嵐の功績を汚すなとの投稿も見られた。現在は削除済み。他にも、スノも嵐みたいにドラマリレーするの。てかあれ、片方主演じゃなくてもできるんだ笑い。嵐は他局ぐるみで全員やってるから、それと今回のとは規模とか、もろもろ別だからスノと一緒ではないってことと、一部のスノタンが、もうスノ、嵐じゃん。とかお門違いなこと言ってんのがおかしい。嵐のドラマリレーみたい。に対して、スノを否定したいんやなくて、次の嵐はスノーマンだね。っていうファンが嫌いなだけ。嵐と同じ立場になったとか考えてるスノタンはさすがに、笑って思うわ W、格が違うねん。といったやや言葉のきつい意見も上がった。書き込んだのはごく一部の嵐ファンですが、一斉に拡散され、そんなこと言うのは嵐ファンじゃないとファン同士で咎めたり、嵐の名前出してくれてありがとうだよとスノーマンファンに嵐ファンが擁護する投稿も相次ぎました。ただ、嵐は25周年イヤーにもかかわらず、二宮さんが独立したり、桜井さんにも対処報道が出るなど活動再開のめどが立たず、嵐ファンはナイーブになっているようです。アイドル雑誌編集者。嵐がグループとして稼働できない今、事務所の稼ぎ頭になっているのはスノーマンで間違いないだろう。事務所としては、スノーマンに一刻も早く国民的グループになってほしく、この逆風を乗り越えたいところ。人気メンバーを目立たせる忖度。その焦りからか。彼らの冠番組、それスノーマンにやらせてください。TBS 系では一般人を巻き込んだ大掛かりな企画をやるなどし、たびたび炎上騒ぎを起こしてきた。また12月8日放送回では、ダンスの完コピレボリューションと題し、関口メンディー、32、ラ LDH 軍団や、MAX の生、47、元モーニング娘。
野呂東巻38、女優の伊原六花24、ら豪華ゲストとスノーマンメンバーでダンス振り付けの完コピ対決が行われた。放送の最後には審査員からスノーマンの目黒ハス26が MVP だと発表があったが、これも物議を醸した。目黒さんは1点ぶりのミスがあったと指摘されていましたが、見ている人が全員パーフェクトだと思う空間を作れていた。一番本気の目をしていたとの理由で MVP に選出されました。確かに目黒さんのダンスは素晴らしいものでしたが、他に振りのミス一つせず踊り切った出演者がいたり、逆にスタジオ中が完コピだと思ったらすごく些細なミスで完コピ認定されなかった出演者もいたので、目黒さんの選出を人気メンバーを目立たせる忖度と捉える視聴者もいたようです。目黒さんが MVP になった加点も含め、スノーマンチームが優勝したこともあり、豪華ゲストを呼びながら、スノーマンや目黒さんを際立たせる結果にもなり、ネット上で物議を醸しました。テレビ誌ライター、嵐に次ぐ国民的グループに、都心事務所、STARTO エンターテインメントも救世主としてスノーマンを盛り上げていきたいはずだが、焦りは禁物のようだ。